ああ、いい役者ですね。海に仕掛けられる爆弾があります。これ機雷と言います。その機雷を取り除いたり爆破したりするのを掃海作業と言うんですね。ちなみに英語で言うとマインスイーパー。スイープっていうのは吐くっていう英語なんですね。吐く人、掃除をする人。マインって何かというと機雷のことです。機雷を掃除するマインスイーパー、裏がちょっということになりますよ。さあ、その左側走っているお前と右前込んでありますね。奥側は村雨って書いてたんですけど、手前のアスカですね。看板も方面に来ました。6102番、これも珍しいですよ。写真とかで撮ってください。さっき裏側の日本に買った2隻ですと言いました。このアスカ6102番はなんと日本に1隻しかありません。たった1隻、オンリーワンの船ですよ。ですので初めてのご案内ですね。この船は何かというと試験艦と言います。試験艦って何？試験するの？そうなんです、試験するんですけども、何を試験するかというと、海上自衛隊に、装備を実際にこの船に乗せて運航実験するんですね。はい、例えばですね、大砲だったりレーダーだったり、この船に塗るペンキなどもですね、実際にこの船に塗ってみたり、大砲とかは乗せて走って動かしてみたりして、実際に使ってチェックするんですね。でもっとこういう回路ではないのということを試験する船なので試験艦と言われています。いや、この船もたった一隻しかないですからね、走ってたら見えませんからね、なかなか珍しいんですよ。さあ、そしてですね、その奥にやっぱりこうちょっと右側になりましたね。走ってる方、前と右の後ろの方ですか。やっぱりあの建物にいるよと思ってくださいね。まあ、よくわかんなかった方はですね、とにかく偉い人がいると思っててください。さあ、そして左側から見えてきました。606番、その手前が605番。